比較3比較級の表現について学びますはいということでね比較全体像ねもう分かったと思うのでここからは一つ一つね三つのやり方の一つ一つを丁寧に学んでいきますまずは比較級スタートです例題です問題はこちらドン次の日本文に合う英文になるように空欄に適する語句を書きなさいはい えまず1個だけです外国人の中では京都は東京より有名だ。なるほどね確かに首都だから東京の方が有名かなと思うかもしれないけれども例えば町ね中心部全体が世界遺産だったりとか観光地としては京都の方が確かに有名かもね。はいじゃあまあそれはさておき r マン・ g ファリネーズアマンホニャララの中でファリネーズいわゆる外国の人々全般を指して f マン・ e ファリネーズ。 外国人の中ではそうするとこの英文と日本語を比べるとそうより有名だこの部分を補うことになりますちょっと離れた位置に置いておくとフェイマスこれが有名という意味ですねこれが有名だはい。 じゃあこれを形変えるんだけれどもまあまあ形変える前に今回何をしているのかっていうとそうなの京都のことを有名っていう云々もあるんだけれども京都だけを出すんじゃなくてみんな知ってんじゃないのっていう東京これをあえて出すの。ああ首都だし日本人だったら両方知ってて当たり前だし両方知ってるんでしょ。でも外人からするとえー 東京より京都首都よりも観光あそうなんだということで説得力が増えるんですこのように2つのものを比べてより分かりやすくする方法これが今回の TK'sPoint それでは行ってみよう t k s p o i n t はい TK'sPoint 比較級の表現。形は 尻尾に「ER」をつけたり頭に「MOR」をのっけたりします。意意味味は後ろにに来るももものよりりっっと何々こういった意味になりますでね今回は仕組みはもうね最初の比較とはで分かったし今の問題をちょっと触った時に分かったと思うんだけどごめんややこしいことがあるの。 ER を後ろに乗っける場合あっつ、ね、くっつける場合と頭にモアを乗っける場合ごめんそれだけね使い分け覚えてほしいの覚えられるから難しいかななんて言いながらはい短めか長めかそれだけですうんね、えー、背が高い速いで大きい面白い難しいなんていう単語たちにで短めの場合は通るよりもっと背が高いはい通らあ,あ 短いと後ろね、そりゃそうだね。はい、ファスト、ファスト、ビッグ、ビッガー。ちょっと G を1個重ねるんだけれどもね、ほら、短めの時は、トー、チャーラー、ファスト、ファスト、ビッグ、ビッガー。こうくるわけ。で、長めの場合は、ね、さらに長くします。多いみたいな。長いんだから短くしといて、いや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 、もっと乗っけるよ。イントラスティン。

フェイマスはどっちなんだどっち短いっちゃ短いし長くない,いやでもでもなんだこの思わせぶりはいこちらですフェイマスもうフェイマスはいこうなります先生やらせた茶番だああそうですフェイマス短いっちゃ短いけれども長いっちゃ長いでしょ そうなんです。ですから、まさにこのフェイマスにモアを乗っけられるかどうかっていうのがもう非常にやらしいんだけれども、定期テストなどでも狙われます。いいかなトールトーラーファストファスター。ビッグビガインタラスティア、モインタラスイング、ディフカーとかモーディフカーとはできての、フェイマスがモーフェイマス、フェイマスは。グッドグッド、グッドですとみたいな感じになっちゃうから、フェイマスはやめてね。モーフェイマス、モーフェイマス。

おおいおい比べるのはいいけどちゃんと説得力あること言っておくれすごい首都より有名そりゃ説得力あるよね説得力を増すっていうことなのいいかなこんなふうにねえー、京都あ京都語るのねもうフェイマスそりゃ有名でしょう、うんえ東京より 結構びっくりだわ確かに日本人からすると首都の方がって思うけど外国人の中ではそうなんだこの文読んでよかったへえってなるでしょこんなふうなことまで伝えられるのが比較の表現の面白いところなんです続いてはこちらドン。ジャックは私より速く走る数学は英語より難しいこの二つですはい、そうするとジャックは ないということでジャックは私より速く走るここの部分の、ね、あより速くか、ね、私より速くじゃあここにしちゃおうね。はいということでね、うん、私よりももっと速くはいここにはもっと速くこれを入れるわけだよね。うん、私より速くで全然いいけど 分解すると私よりももっと早くということそうすると早いはファストですねあの我々日本人発音間違えちゃうけど「ファーストフード第一の食べ物」え違う <laughs> パッと来てパッとパッと出てくるファストフードね」あでもこういうこと言うと嫌われるんだよな「キモいこいつ」とか言われるんだけど「いいんだいいんだ英語の先生だ正しい英語だファーストファッションじゃないファーストファッションユニクロさんお世話になってます」ってな感じでね ファストねこれね。ね。えー、ファースト。はい。ということなので、ジャックランズファスター。はい。このようになります。短めなので、ね。後ろに ER。ファスト。短め。イコール。後ろに ER。ということです。ジャックランズファスター a ない。 ジャック・ラウファスター・ザ・ナイということです。ザ、まあの後ろにね、ミつ使ったりとかもありますけど、一応教科書的に基本のザ・ナイとかで押していきます。はい、じゃあ3番です。数学は英語より難しい。そうだよね。数学は美、美しさにつながるからね。英語は結局、気合と根性とね、もうどこまでこうしつこくできるかみたいな、もうドロドロです。なんてね。はい、ということで。 えー、数学は英語よりもっと難しいそっか英語よりというふうに言ってここの「難しい」にかかってるよね英語よりもはいここにもっと難しいとなりますいいね上もそうだったけれども下をね丁寧に分解したのは組み立てが分かるように別にこれ通じるでしょ 数学は英語より難しいででも英語の組み立てで言うと英語よりももっと難しい上もね私より速く走るでわかるよね私よりももっと速くこんなふうに分解しているのは英語の形と重ねるためはいそうすると難しいは Dif「difficult」ですよねはいこれ長めですはいだから答えは「modifficult」 はい、このようになります。Math is more difficult than English. はい、ということで「前に」「more」を乗っけるんです。はい、ということでね「famous」のややこしさからすると「faster」「more difficult と、ね」と、えー、すっきりと覚えられたと思います。うまく使いここななすことできるかな <music> それでは、おさらいティーケーズポイント。こちら、どん。比較級の表現。後ろに E. R. か、頭にモアを乗ってるかの使い分けです。役としては、どちらもね、ほにゃららよりももっととなるわけです。残以下よりももっとということで。で、使い分け簡単でした。短め。尻尾に E. R.。長め、長いのに、さらに乗っける。で。ややこしい。っていうのが、このフェイマス。 フェイマスは短いっちゃ短い長いっちゃ長いーもうフェイマスということになります。ですのでね短めと長めフェイマスだけもうフェイマスで要注意もうフェイマスもうフェイマスもうフェイマス,イマスこれだけ覚えておけばバッチリ。